皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。佐々木局チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、いわき市アンモナイトセンターの、ゴールデンウィークの体験発掘が予約制になるという話は前回の動画でしたんですけれども、自分はですね、一応4月27日の午前中の部だけ、ちょっと予約が取れたんですけども、それ以外の日にちはですね、ほぼというか予約は埋まっちゃったので、ゴールデンウィーク中は、この体験発掘には参加ができないんですけれども、それでですね、ゴールデンウィーク中どうしようかと、考えたときに、またちょっとフィールドに出てですね、化石の方を掘っていきたいなと思ったんですけど、場所はですね、前回も巡見できました、広野町の某所なんですけれども、ここの地層はですね、本当に硬くて、一応手掘りで、浜戸高根でですね、掘ってはいたんですけど、さすがに、効率が悪いと。一日掘って、ほんのちょっとこうね、地層を削れるくらいしかね、掘れないんで、ここはちょっと、機械の力を借りようということで、今回、あるものを購入しました。こちら、アマゾンで買いました。そこそこ重い箱なんですけど、この中に、その、貴重なものが入ってるんですけど、早速開けてみたいと思います。というわけで、こちらの、3箱なんですけれども、今回購入したのはですね、こちらに、ちらっと動画見るかなと思うんですけども、ウェイトレーのハンマードリルになります。ハンマードリルというのは、打撃を与えながら、ドリルで穴を掘ったりするというような、工具なんですけども、ハンマードリルにはですね、コードがついてて、コンセントから電源を取るものと、こちらはですね、バッテリーから、電源を取るもので、コードレスで使えるものですね。何はともかく、ちょっと箱を開けてみましょうか。というわけで、まずはこれ、ドリルのチャックの部分ですね、これね。確か3種類ドリルの太さがあったかと思うんですけども、これが本体の付属品のチャックですね、これね。それから、これは本体に横につけて、穴の深さを測るやつですね、これね。こちらが本体なんですね。これは、一応、販売は本体のみで、バッテリーは別売り、あと充電器も別売りなんですけど、今回はその3点を全部まとめて購入しました。一応その商品のあれはですね、下に概要欄に一応貼っておこうと思うんですけども、こちらハマドリの本体ですね。こちらにモードの切り替えがあるんですけども、これがドリルモード。普通の穴開けるモードですね。で、ここに合わせると、ハンマーとドリルが同時で行われる。打撃を与えながらドリルで穴を開けることができるモード。で、こっちの端っこが、いわゆるハンマーモード。打撃だけのモードですね。こちらの箱にバッテリーが2個入ってます。こちら、18V のバッテリーが2つですね。で、このバッテリーは、マキタの 18V のバッテリーと互換性があるので、このハンマドリルは、マキタのバッテリーも使うことができます。そしたらバッテリーを、ガチャコと装着しまして、でドリルをですね、これ装着してみたいと思うんですけども、この先端をこう手前に引いて、ここに差し込むと。で、これでもう抜けなくなるんですね。これで、多分、一応ドリルモードでやってみますけど、バッテリーがほぼないんで、これ、赤、オレンジかな。真ん中ぐらいまでしかないんで、ちょっと、こんくらいのパワーですけど、これがドリルモードですね。で、真ん中にやると、こういうふうに打撃を与えながらドリルで穴を掘る感じ。で、一番端っこが、これドリル回ってないと思いますけども、これハンマーもですね。で、本体には先ほどのドリル3種類しか付いてないんで、別個で、
いろんな種類のこうものが入ってるやつをね、買いました。はい。このセットにはですね、まずこの、先っちょが平たい、まあ、平たがねのものと、先がこう尖ってるものですね。それから、先がこう平たい、これ多分タイルとかを剥がすとかに使うやつですね、これね。はい。それと、こういう、ちょっと、こういうスコップみたいな形になってるやつですね、これね。こう下をこう、えぐる感じの時に使うやつですね。化石を掘るときには、おそらくこの尖ったやつか、この、先が広いやつ。まあ、この、これは使わないかもしれないですけど、まあ、ちょっと広く剥がしたいときなんかにはね、使えるかもしれませんね、これね。はい。はい、というわけで、この、砂防堤の下の、路頭になるんですけども、まあ、しばらく来ないうちに結構削られてますね。はい。まあ、上の方は結構削られてたっていうのは前から分かってたんですけど、この下ですね。下も結構削られてる感じですね。はい。はい、というわけで、早速この硬い地層にこのハンマードリルが通用するのかどうか、まあ、してもらわないと困るんですけど、まあ、この、ちょっとね、今回は本格的な発掘じゃなくて、ちょっとこの、露頭がちゃんと掘れるかどうかっていうのをね、テストしてみたいと思います。はい。はい、ざっくりテストしてみたんですけども、この、先端がですね、尖ったタイプ、いわゆる地数と呼ばれるは、ものと思うんですけども、地数のやつよりも、この平たがねの平たい方が、削りやすいっていう印象はありました。はい。まあ、全然問題なく削れるかっていうと、まあ、若干の力不足っていうのはね、感じちゃうんですけど、まあそれでもなかなかのパワフルに、この岩を削る、力はあると思います。はい。まあ自分はこの、ウェイトレイさんのやつ以外を使ったことがないんで、まあ一概にちょっとね、比較するのは難しいんですけど、まあ話に聞くと、まあこの 18V の倍のまあ 36V とか 40V っていうような、ハンマードリルであれば、こういうコードレスじゃなくて、ここにコードがついてる、コンセントが電気を取ってね、使うタイプの、ハンマードリルと、まあ遜色ないっていうんですけども、まあ、一応、この、硬い層ですね、このハンマードリルでも、一応砕くことはできます。はい。ただちょっとバッテリーが、残り少ないんで、あまりこう長い時間ちょっと試せなかったんですけども、まあ一応このハンマードリルで、ゴールデンウィーク、この路頭をですね、攻めてみたいと思います。はい、はい、というわけでハンマードリルの試運転でございました。バッテリーがですね、やっぱり試運転、
できるぐらいしか入ってないので、あとはですね、満充電にして、家の方にもですね、石ころとか結構あったりするので、それを割ったり、まあ、ドリルで穴開けしてみたりというような、まあ、こともやってみたいと思うんですけども、まあ、ゴールデンウィークのメインの戦いは、こちらの、硬い地層の方なんで、その中で、極力楽に掘れて、それで、まあ、なんかいいものが見つかればいいかなと思うんですけど、まあ、つけてた手袋がですね、普通の手袋、ただの手袋だったんで、やっぱハマドリはものすごいこう、振動がダダダダってきますから、やっぱ防振の手袋をつけないと、ちょっとこの手の方がですね、ビビビってこう、痺れてしまう感じになってしまうんで、それはちょっと、後で、まあ、手に入れておかなきゃいけないかなと思うんですけども、まあ、ゴールデンウィークは、こちらのハマドリを使って、発掘の方をね、頑張っていきたいなと思ってます。はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。